おはようございます。速稼塾の子です。新型コロナウイルスの、ね、猛威がかなり、深刻なものになってきましたね。まあ、武漢の方でも街がすごく封鎖されたりとかね、アメリカ、日本、こういった国がチャーター機で、希望者を自国に戻すという動きを取ったり、それからフィリピンは強制送還ですか。で、北朝鮮というのは直ちに入国を禁止するなどの措置を取っていましたけども、やっぱりね、こう新型コロナウイルスにかかって、発症したとされる方とか、死亡したとされる方っていうのがいらっしゃるんですけども、実はですね、新型コロナウイルスかどうかわからないまんまお亡くなりになった方もいるんですよ。そういう方は診断すればもしかしたら今回の新型コロナウイルスだったかもしれないなっていうふうに思われてますよね。だからもう潜在的にはもっともっとかなり発表よりもいるんではないかなと思っちゃいますよね。さあ、そこで我々の暮らしですけども、都会ですよね。都心部、大阪、東京など、それから北海道、九州など主要都市には中国からいらっしゃる方がね、結構いらっしゃるんで、中国の方ばかりをね、目の敵にしたりとか締め出せっていうわけではないんですけども、本人はそれと知らずに潜伏している可能性がありますので、一人一人の防御が必要になってくるかなと思います。手洗いをね、細かく励行したりとか、マスクをしたりとか、避けられないと思いますけど、なるべく人混みの中には入らないとかね。こういう時は田舎に住んでる人は割と、有利といいますかね、感染というかウイルスにかかる可能性は少ないのかなと思いますけど、それでもご用心ということでございます。普段のインフルエンザ対策をしてればいいのかなということですね。福岡雨ですか。広島も雨でございます。深夜から降り始めて今もすっかりね、ザーザー降りですね。そういったことなんで、皆さんしばらくは新型コロナウイルス対策で手洗いの励行とね、あと着替えをこまめにしたりとか、いつも清潔にしておくこと、それでうがいをしたりとか、ウイルスを中に入れない、体内に入れないようなことがすごく大事です。特に飲食店を務める方はね、今まで以上に、普段以上に、きっちりとお掃除してくださると思いますので、そこにね、来店されるお客様もお店で、菌を拡散しないように、綺麗な状態でやっぱりお店を利用するってこともしたいなと思いますね。それでは今日も行ってらっしゃい。失礼します。